はいどうも、逃走チルドレンのつくもです。ということで、四季ルートパート2ですね、途中から、やっていきたいと思います。では四季選んでいきたいと思います。お、今日も四季と出会った。島の道の曲がり角でばったりと。昨日の片髪の件が一件があるからだろうか、四季は気まずい顔のまま固まっていた。もちろんあの後俺は無事民家にたどり着け、事なきを得た。とはいえ四季も少なからず責任を感じているのか、目線をそらす。まさか俺が間に合わなかったとか思ってるんじゃないだろうか。できれば四季の方から話しかけてきてほしいのだが、なぜ話しかけてこない。なぜ俺の出方を伺っている。ねえ、なぜ先に動いた方が負けみたいな雰囲気になってるんだ。なあ、俺の右肩がピクリと動く。こうするように四季の左肩がピクリと動く。四季がじりっとすり足で数センチ前に出る。俺は地面をすりつつ数センチ後ずさる。例えるならこれは武術の達人同士による目に見えない攻防。今俺たちは無数の拳を交わしている。気がしてなんだか楽しくなってきた。あの子たちは何をしとるんじゃろうか。まあ外から見たらね、そうなるでしょう。さての、あら、お隣の奥さん、こんにちは。こんにちは。今日も暑いわね。なあなあ、今日はどこに行く。駄菓子屋行こうぜ。なあ、あれハイリーだよな。そのようだな。あっちの女の子はあまり見ない顔だが。何してんだあいつら。俺にはわかる。そうなのか。あいつらは今戦いの真っ只中にいる。にらめっこか。見えるぞ。今あの二人の間に目には見えないピンポン玉の応酬が繰り広げられている。ラケットすら持ってないのに。お前には見えるのか。ああ、見える。そして耳を澄ませば聞こえる規則正しく繰り返される打撃音が。達人同士の戦いってやつか。そうだ。そしてそれを感じ取れる俺もまた達人ということか。中二病ってことですね。おい、どこに行くんだよ。達人は達人に惹かれるもの。俺も交わろう、あの刹那の戦いに。天然がこっちに近づいてきた。この先に動いたら負け空間に。ふん。嫌な三角形ができた。お、ハイリの右肩が動いた。フェイントか。はっ。こうするように天然と女の子の左肩も動いた。あーっと、今度は少女の足が数センチ前に。何を警戒したのか、少女に合わせてハイリと天然が数センチ下がった。めちゃくちゃ意味わからん勝負しますよね。天然の素振りだ。さあ、ハイリと女の子はどうする。ノーリアクション、ノーリアクションだ。こいつはなぜ混ざってきたのだろうか。よっしゃ、なんだか俺も興奮してきたぜ。あー、これは脱ぎますね。両一が近づいてきた。自分が入るスペースを探している。しかし、すでに俺と四季と天然で三すくみ状態になっていて、両一が入る隙間はない。なるほどな、これが達人同士の戦いってわけだ。こうしてやる。四季の背後に立った。よいしょった。そして脱いだ。意味不明。動くことのできない四季に背後の両一を見ることはできないが、両一が何か変なことをした気配だけは感じているようだ。なんだこの異空間は。冷静になってみると何をやっているのかよくわからなくなってきた。これどこに終着点があるんだ。少し冷静になってみた。男3人、過去うち半裸1人で、女の子1人を取り囲んでにじり寄っているようにしか見えない。あ、もう完璧。これ飲み気に見つかったらもう水鉄砲乱射されるやつですね。やばい、まさに変質者トライアングル。
誰かに見られたら取り返しのつかないことに。何やってんのあんたたち。見られた。いや違うんだ、これはその、そこの君、お願いだから僕を助けてくれないかい。動いたらこの男たちにやられてしまう。言い方、このゲド稲荷ボーン。青の合図で飛び出してきた稲荷が俺たちの足元を一閃する。うわ、何の、稲荷の尻尾に足をすくわれた俺たちは見事に尻餅をつかされた。今よ、ありがとう、君は命の恩人だ。シキが俺に背を向けるが、振り返った先には反乱の領域がいる。なんて格好で僕の後ろに。またしても180度体を回転させると俺の真横を風のようにするんける。早っ。どうやら俺たちの負けのようだ。どうやったら勝ちだったんだ。それを決めるのは己の心だ。ああ、深いようで浅い。っていうかあんたたち、男3人で女の子1人取り囲んで何をしようとしてたわけ。何って言われても特に何も。と、とぼけようとしたって無駄なんだから。良一はハンダだし、天然は息が荒いし、ハイリはなんかエッチなこと考えてそうだし。お前にだけは言われたくないな。青、何か勘違いをしているぞ。今のは決して変なことじゃない。そうには見えなかったけど。俺たち3人であの女の子が逃げられないよう動きを封じていただけだ。だからそれが変なことでしょ。そうなのか。一般的には、あ、変なことだぜ。りょういちゃん、まず服着ろよ。お前が一番変なことしてるようにしか見えないから。偏見だ。だったらみんなで脱いで囲めばよかったじゃねえかよ。もっとやばい。あんたたち、その、持て余してるの？たぎる卓球欲なら常に行き場を探している。まあ青が言ってることは性欲でしょうね。自由に脱げない現実が俺を持て余してるんだ。何も持て余してない。時間を持て余してる暇人よね。あ、ちょっとそれ傷つく。ま、あんたたちが変なことするわけないのは分かってるけどさ。信用あるんだな。だって本当に持て余しちゃってたら私が危ないじゃない。青、失礼だぞ。俺たちにも選ぶ権利がある。誰かで構わずなんて思われちゃたまんねえな。せめて人並みの父を身につけてから出直してこい。義妹に生まれ変わってから出直せ。良一、まさかそういうジャンルが。あんたらの方が失礼なこと言ってるでしょ。待って、友達の知りたくない性癖を不意打ちされても困る。名前はシキって言って、島の外の子らしい。らしいって？この島には鬼のことを調べに来たって言ってた。鬼？あと自称鬼だそうだ。鬼？自称？青、そこは深く突っ込んでやるな。あの子14歳なんだ。なるほどな。どういうこと？分かるやつにしか分からねえや。そう、残念。シキが走り去った方を見ながら、青がボソリと言った。ん？何か心当たりあるのか？ううん。この島に限ってのことじゃないけど、鬼っていろんな語源があるのよね。語源？鬼って、もともと、鬼とか怨人から来てるのよ。あえて人との関わりを絶っていた人たちのことを指すらしいわ。鬼、怨人、鬼。口にしてみるとなんだかしっくりくる言葉なら、つまりぼっちってことか。今風に言えばそうなるわね。そうか、ならば俺も鬼だったということか。ぼっちなの？孤高の卓球プレイヤー。あ、ぼっちだな。いつも一人さ。なぜかチラッと期待をするような目を俺に向けてきた。それにしても青って結構物知りなんだな。別に、またぎき程度の知識よ。それより良一はそろそろじゃない？あ、何だな？撃たれるわよ。そこの露出鏡、服を着ろ。ほらね。大丈夫か？いつもよりダメージが大きそうだな。乳首を。
狙われた。さすがのみきですね。えぐい。容赦ないわね。のみきもある意味鬼だなと思った。はいりくん。はい、ということでまた式が出るまで飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、両一に夜釣り誘われて、両一がのみきに撃たれて帰っていった後の多分追加の、シーンなんで、普通に読んでいきたいと思います。もしかしたら何か面白い出会いでもあるかもしれない。浜辺にやってきた。誰もいない。当然だけど、ただ砂浜を打つ波の音だけが辺りを埋める。よいしょ。砂地に座ってみる。表面は夜風と潮風にさらされていたせいかひんやりしている。だけどその奥下にかすかな熱のようなものを感じた。昼間の太陽の熱をまだ残しているようだ。大の字に寝転がってみる。おお。視界には満天の星。波音を聞きながら眺めているとまるで星の海を渡っているような気分になる。さっきの良一の言葉じゃないけど、夜空に期待されているような気がする。脱がなけど。なんだか心地いいな。この島に来てなんだかんだでもう1週間以上。自分でも思っていた以上に島に馴染んでいる気がする。いや、島のみんなが俺を素直に受け入れてくれたからか。いい場所だと素直にそう思った。はあ。波音に抱かれて、星空に包まれて、急速に眠気が襲ってきた。少し寝ても大丈夫だよな。ん？気配を感じる。眠ってしまっている間に何かがすぐそばに近づいてきた。そしてなぜか微妙に体が重く感じる。まるで動きを封じられているような。ちょっと目を開けるのが怖い。でもゆっくりと目を開ける。ん？起きたかい？四季。寝ていた俺のすぐ隣に四季がいた。夏とはいえこんなところで寝ていると体が冷えるぜ。なんでここにいんの？夜の散歩をしていたら浜辺に誰かが倒れているのが見えたんだ。そりゃ駆けつけるに決まっているぜ。ああ、ごめん、なんか迷惑かけたな。どうせ星空を見ながら波の音を聞いていて気づいたら眠っていたってところだろ。まさにその通りで。気持ちはわかるぜ。島の呼吸を感じるとついそのまま身を委ねたくなるものさ。島の呼吸、何なんだろう。ちょっと胸に染みる言葉だと思う。ふと俺の体に何かがかけられていることに気づく。体が重く感じたのはこれか。四季の香り。さっきも言ったけど夜の潮風は体が冷えるぜ。寝るには少し体に毒さ。ごめん、俺にかけてたら四季の体が冷えるな。僕は寝ていないから平気さ。でも起きたのなら返してもらってもいいかい？あ、うん、ありがとう。どういたしましてだ。笑いながら羽織に腕を通す。お、どうした？ハイリ君のぬくもりを感じるぜ。そういうのちょっと恥ずかしいからやめてほしい。いやいや、でも事実さ。君のぬくもりがじんわりと僕の体にしみるぜ。って、それお前体が冷えてるってことじゃないか。思ったよりそうだったみたいだ。笑ってごまかしながら四季は立ち上がって大きく伸びをする。不意に潮風が俺の体に当たり始める。もしかして風上にいてくれたのか。たまたま座りやすそうな場所がそこだっただけさ。四季、何だろう。夜空のせいなのか波の音のせいなのか、夏の夜の浜辺の砂浜のせいなのか、四季が昼間よりも少し大人びて見えた。こんな雰囲気で笑うことができるんだと少し異性を意識してしまう。ところで、ん？昨日のことなんだけど、間に合ったかい？間に合ったよ。間に合ってなかったら今頃俺実家に帰ってる。そうか、それはよかったよ。いや、それはね、間に合わなかったらもう島中噂になっちゃいますから。
気にしてたのか。片髪を進めたのは僕だからね。少なからず責任は感じているぜ。無事だったからもう気にしないでいい。ノグサの経験値をもらったと、野草の経験値をもらったと思えば、まあちょっとした勉強代みたいなもんだ。じゃあもうお腹の調子は大丈夫かい？すっかり平気だ。それはよかった。じゃあこれはもう必要ないみたいだ。そう言ってシキは羽織の袖からひょうたんを取り出す。ひょうたんなんて初めて見た。島の人にもらったんだ。これに入れていけばいいって。何を？薬刀さ。昨日あの後弦の証拠を探して薬刀を作っていたんだ。お湯が沸かせなかったから島の人にちょっとお願いして火を貸してもらってね。弦の証拠は万能なんだぜ。腹痛だけじゃなくて止血や打ち身なんかにも効くんだ。薬効が強すぎて医者いらずとか医者殺しなんて呼ばれたりするのさ。最強の民間薬だぜ。へえ、相変わらず野草に詳しい。これ俺のために作ってくれたのか。言ったろ、お腹を壊させた責任は感じているんだ。それで今日は君を探していたわけなんだけど、どうして昼間はあんなことになったんだろう。どうしてだろうな。先に動いたら負け空間を思い返す。でも気を使ってくれてありがとう。大事に至らなくて安心したぜ。シキは笑いながらひょうたんを振って薬刀を、チャポチャポ言わせる。それ飲んでみてもいいか。え、でももうお腹は大丈夫なんだろ。せっかく作ってくれたんなら飲んでみようかなって。腹痛の予防とかにもなるんじゃないのか。お茶代わりに毎日飲んでいれば病気知らずさ。なるほど、医者殺しか。じゃあどうぞだ。ありがとう。ひょうたんで何かを飲むなんて初めてでワクワクする。先端の線を抜き取り中の薬刀を一口。ブワッ。え、吹いた。しぶ、口の中が縮む。薬刀なんだから美味しいもんじゃないぜ。だとしても勝手に涙が出てくるぐらい渋い。毎日飲む場合はもう少し薄めるのをおすすめするぜ。もう大丈夫、お腹治った。そうかい。むしろ口の中今ひどい。ん、おっと。ハイリ君、失礼するぜ。え、急にシキが俺に近づいてくる。そして自分の羽織の袖を握って俺の顔を拭いた。ん？いきなり唇とか頬に触られて固まる。薬刀がついててちょっと恥ずかしい顔になっていたぜ。シキはそう言って笑う。ありがとう。じゃあ薬刀の口直しにお饅頭でも食べるかい？饅頭？薬刀を作らせてくれた家の人にもらったんだ。この島の塩を使って作ったお饅頭らしいぜ。いいのか？何がだい？いや、お前いつも腹すかせてるだろ。なのに俺に食べ物を勧めるなんてって思って。ハイリ君には何度か食べ物をもらっているからね。たまには逆があってもいいだろ。確かに。俺たちは砂浜の上に座って塩まんじゅうを食べ始める。甘みの中に程よい塩分を感じさせる味。美味しいんだが、なんだろう。若い男女が夜の浜辺でまんじゅうを食べているこの図、ありなんだろうか。ハイリ君。ん？このおまんじゅう、美味しいぜ。島の名産品って扱い。俺も初めて食べるからわからないけど、この島の塩が使われているのならそうかもな。いいものだね。その土地の恵みを食べられるのは。四季の田舎ってどこなんだ？僕の？急に僕の身の上を聞いてくるなんてどうしたんだい？いや、そういや名前しか知らないなと思って。僕の田舎、故郷は…そうだね、こことよく似ているけど、もっと人が少なくて不便な場所さ。だけど住んでいる人たちはこの島に負けないくらいいい人たちなんだぜ。この島の人たち並みにいい人？それはすごいな。そうだろう。ぜひハイリ君にも来てもらいたいね。シキは得意げに笑った。俺たちはしばらく夜空と海を眺めながらまんじゅうを食べる。波の音を BGM に潮風を楽しみ、夏の夜の海を堪能した。シュールな絵面だなと思いながらも、これはこれで忘れられない夏の思い出の一つだと思った。
夜釣りには行けなかったけど、まあ気持ちよかったな。星空と波の音に包まれて島の夜を楽しんだ。昼間と違った新しい発見だった。でも夜の海ってなんか怖いんだよな。どこまでも深くて暗いというか、引きずり込まれそうというか、どうしても嫌なことを思い出す。寝よう。はあ、気がめいる。寝て忘れよう。あ、主人公もね、この島に来た行き先はちょっと暗いあれですから。おはよう。ということで、今回は少し早いんですが、ここで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。